銀河系の惑星が連邦統一されてから約1世紀、科学文明が発展する一方で、それらを悪用する犯罪が急増していた。これは銀河系の平和を守り、悪に完全と立ち向かった少年の愛と冒険の物語である。マザー、救援信号は確かにこの中域から発信されてたのかい？はい、間違いありません。確かにこの中域です。ユウ、なんか変だっち。農具の周りにこんな小惑星帯なんてなかったはずだっち。まあ！惑星にカモフラージュした宇宙機雷です。メインエンジンに損傷を受けました。偽の SOS でおびき出されたんだっち。きっと宇宙海賊か何かの罠だっち。出力低下、農具の引力に引き寄せられています。これ以上の制御は不能です。全てのエネルギーをシールドに回せ。このまま農具の大気圏に突入したら燃え尽きてしまうぞ。頼む、乗ってくれ。ユウ、よかった。気がつきましたね。現在、機体の破損状況を調べています。機体後部の外壁とサブロケット、それにメインエンジンの一部が損傷しています。
この状態では自力によるフライトは不可能です。ユウ、オイラたちは意図的にこの農具に落とされたっち。調査してみる必要があるっち。農具のマップデータによると北の方角に村があります。調査するのでしたらそこへ行ってみると良いでしょう。その間にアルジャーノンは自動修復モードに入ります。